佐藤治は日本の元アナウンサー。東北放送に在職した。後年よりスポーツ部長も歴任した。北海道札幌市東区出身。笠谷幸を今野正二、青内誠二が表彰台を独占した1972年札幌オリンピックのスキージャンプ70メートル級中継を見てアナウンサーになることを決意したという。 北海道札幌岡玉高等学校、中央大学小学部卒業後、1983年に TBC 入社、主にスポーツ中継穴として活動。2005年以降は、前年秋に地元、宮城県で創設されたプロ野球球団である東北楽天ゴールデンイーグルスの試合実況を中心に担当。スポーツ以外では、ニュースキャスターや、 ラジオパーソナリティとしても活動した。2011年4月1日よりスポーツ部へ移動し、長年在籍したアナウンス部を離れた。ただし、スポーツアナウンサーとしての活動は継続。2020年3月31日で TBC を定年退職。退職日に放送されたカムカロクスポーツスペシャルがアナウンサーとして最後の出演番組になった。 退職の翌日からは、仙台大学体育学部の教授として、スポーツとメディアというテーマで教鞭を振るっている。ニュースキャスターとしては、大震災遭遇時のスタジオワークが評価され、その模様を収めた VTR が、系列各局のアナウンサー研修用教材となったことがある。楽天球男子上初のホーム開幕戦となった2005年4月1日の、大西部戦で、ラジオの実況を担当。 楽天初のリーグ優勝を遂げた日は、共同記者会見のインタビュアー、その後の祝勝会中継リポーターを担当。2017年6月1日には、楽天投手、則本隆弘が7試合連続2桁奪三振の日本プロ野球新記録を樹立した試合で、ラジオの実況を担当。突起なき限り、東北放送在職当時、同局で放送のもの。 その他、バイド番組パーソナリティ不在時のピッチヒッターを務めることもあった。ありがとうございます。